今日、2ゴールで、勝利ということで、まず試合全体通しての感想をお願いします。まあ、苦しい試合だったんですけど、チーム全員がしっかり戦う気持ちを忘れずに全員走り切った結果だと思います。まずは先制のゴールのシーン、自分なりに振り返ってみていかがでしょうか。あれはもう中野が、ね、いい走り込みしてくれて、そこにいい感じでこぼれて決めただけなので、まあ、僕の力というかチーム全体がそこまで持ってきてくれたチームに感謝したいなと思います。2点目の追加点に関してはいかがですか。でもあれも本当に和樹さんのボールが良かったので、当てるだけっていうか、まあ、そんな難しいシュートではなかったです。前回のゴールから久しぶりなのかな、という感じですけれども、はい、その点に関してはどうですか、久しぶりのゴールというか。まあ、点決めるってことは常に意識してやってることなんですけど、まあ、本当にチームに勝つっていうことがまず第一なんで、そこに向けてやってる中で、まあ、今日はそれが得点につながってよかったと思ってます。まあ、今日からも後半戦が始まったということで、はい、まあ、その前半戦が、まあ、順位8位だったということで、後半でさらにそこから順位を上げるということが、はい、まあ、目標になってくると思うんですけれども、まあ、その中でこうやっぱりゴールを決めるということが非常に大事になってくると思いますので、それに関しての意気込みというかですね、ちょっとコメントをお願いしたいと思います。まあ、点決めるってことは全員が意識してやっていくべきだと思ってるし、それが誰になろうとチームとして全員が戦うっていう気持ちを忘れずに、試合試合目の前の試合に対して勝つっていうことをまず前提に、順位を気にせずにまず試合試合積み重ねるところが大事だと思ってます。まあ、連戦が続いて、今度日曜日、まあ、ホーム大分戦に、また多くのサポーターの方に来ていただけるように一言最後お願いします。まあ、僕たち本当に魅力あるサッカーをするために日々練習してるんで、応援よろしくお願いします。